はい、どうもこんにちは、ナナリです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2006年度の京都府立医科大学の入試問題です。まあ解題というふうに書いてありますけれども、まあシンプルにね、括弧1からある問題をちょっと削って、改変してます。はい、それではやっていきましょう。関数 fx イコール x の4乗プラス ax 3乗足す bx の2乗足す cx 足す t、 4次関数のまあモニッコの多項式ですね、 x の4乗の係数が1である、このグラフは y 軸と平行のある直線に関して対称であると、これは線対称という意味ですね。対称であるってことなので、まあ、x イコール k という線に関してグラフがこう対称形になっているんですね。まあ、グラフ書いてみると4次関数ってだいたいこんな形になってますよね。まあ、y イコール x の4乗みたいなやつは、y 軸自体が対称になっていて、まあ、極大と極小がね、こういうふうに3つあるタイプではないですけど、まあ一般的にね、まあ2次関数っぽくなるやつとか、この極大が3つになるやつが、まあ、対称形としてあるというわけですね。で、ABCD が満たす条件式を求めようというのが括弧1。2番は fx は2つの2次関数の合成関数であることを示せという問題です。合成関数という言葉は数三で出てくるんですけど、まあ入試問題だと別にね、例えば数2の3次関数の中にその3次関数の x のところに 3x が入ってたり、まあ、あるいは指数関数が入ってたり、まあ実質合成関数にあたるものを勉強してるんですよね。まあ入試問題として解かされてるので、まああえてその言葉が出てきてないだけで、まあ、合成関数であることを示せっていうこの、語句について知らなかったらちょっと困りますけどね。まあでも本質的には 2b の範囲だと思っていいかなと思います。特にね、微分法とか使わなくて、処理ができます。fx イコール、このように置いて、で x イコール k がこれが対称軸になっているというふうにしましょう。必ず対称軸が取れるって言ってるわけですんで、 x イコール k が対称軸になる、そのような k を取ってあげます。いいですか。で k から離れたところ、右側に kx 行ったところと左側にこう x 下がったところの値が同じになるので、まあこれ数式で表すとね、 f の k-x、 k から x 引いたところと f の k プラス x というのが同じ値になるっていうことです。まあ、ある k が存在して2の x に対して、実数に対してこれが成立するっていう、こうとなる k が存在ということが保証されているっていうことですね。この k は今のところ何かというのは指示がないので、まあとにかく存在してるっていうことしか分かりません。この xk に対して x は2で高等的に成立するっていうことですね。では k-x とか代入した式を考えてみましょう。まずこっちからいきます。これ代入すると結構大変な式になりそうですね。k-x の4乗を、プラス a 倍の k-x の3乗を、まあこれはまあ地道に計算するしかないかなと思いますけどね。その2乗を足す c 倍の k-x 足す d ですね。で、それが、k プラス x の4乗。まあこれね、横着してこんな風にして書いたらあんまり良くないかなと思いますけど、まあ普通に全部プラスにしてね、x のとこプラスにしたものを書いた方がいいかなと思いますね。で、左側こう展開してみましょう。これ展開すると k の4乗が出てきますよね。で、4乗の展開公式あんまり知られてないけれども、同じように二項定理使って、こんな風になるっていうことが、まあ分かります。x の2乗。で、マイナス 4k、k が1個減って x が1個増えるので、こうですね。で、プラスの x の4乗。こんな感じですかね。それから a 倍が入ってきて、a 倍の k の3乗をマイナス 3k の2乗を x。プラス 3kx の2乗をマイナス x3 乗。で、b が入ってきて、k の2乗マイナス 2kx ですね。で、プラス x の2乗、プラス c カッコ k マイナス x 足す d。ですね。で、イコール、点々点っていう形になります。
で点々点って書いたのは結局 x のところにマイナス x を入れたものが、右辺になってるってことですね。で x のところマイナス x 入れるってことは、ここの線がマイナス x が1次のところとか3次のところは、x を入れると変わってしまうわけです。まあ、線を引いてるところは x が1次とか3次のところですね。でそれ以外のところっていうのは2乗になってる。例えばここは x の2乗になってるのでマイナス x を入れたとしても 6k の2乗をマイナス x の2乗で結局 x の2乗になって同じになるわけですよ。だから左辺と右辺で消えてしまうってことです。つまりここも消えるしここも消えるしここも消えるわけです。ここも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 、ここもここも消えるわけです。であと残ったところについて、整理すればいいだけの話ですね。だって消えてしまって全部左辺に持ってくれば同じものができてるんだったら消えますよね。でまあ逆にこのマイナスついてるやつを上に持ってった方がいいかもしれないですね。で、それで整理するとどういう形になるかというと 4K プラス A の X3 乗足す 4K の3乗プラス 3AX の2乗あ K の2乗プラス 2BK プラス C イコール C カッコ X イコール0というふうになります。でこれが高等式であるので係数の部分が全部0ってことですね。今その係数は X の係数 X の多項式として高等的に0ってことなのでこの係数の部分が共に0になるということです。したがって、これから K イコールマイナス4分の A というのが出てきます。マイナス4分の A というのが出てきて K の値が、知りたいわけじゃなくて ABCD が満たす関係式ですがこれを代入して K を消去ですね。 K を消去して、ABCD の関係式を導いてあげればいいということです。ということで4倍のマイナス4分のA の3乗足す 3A 倍のマイナス4分の A2 乗プラス 2B 倍のマイナス4分の A プラス C ですねイコール0というふうになってまあ結局それでね、16倍してあげればいいんですね。ここは16の3乗分の4になって16分の A の2乗というのが出てきます。でこっちも16分の3っていうのが出てきますね。というわけで、まあ、A3 乗で16分のマイナス A3 乗とプラス A3 乗 3A3 乗で16分の 2A3 乗つまり8分の 2A3 乗というのが出てくるから8倍してあげればいいってことがわかります。で8倍してあげたものがまあ答えですね。答えは A3 乗をマイナス 4AB ですね。8倍するとここが4になりますね。それからプラス 8C イコール0というのが、最初の答えということになります。 K の値が聞かれてるわけじゃなくて ABC の条件ですからこれが答えということですね。よしでしょうか。はい、それでは次に行きたいと思います。はい、じゃあ一旦消します。はい、じゃあ次ですね。対称軸に関しての条件が k イコールマイナス4分の a という条件が出てきましたね。でまあ x イコール k というのが対称軸だったわけですけどこれが対称軸だったわけですけどまあ fx は2つの2次関数の合成関数になっていることを示せっていうのはまあ、どう処理したらいいかっていうと対称軸をその y 軸に持ってくるような平行移動を考えてあげればいいってことです。つまり今ここにまあ原点がどこにあるかは分かりませんけども例えば仮に原点がねここにあったとしましょうか。ここに y 軸がここにあったとしましょうか。そうすると今 k だけこう平行移動された形になっているわけですけどこれを k だけ平行移動してマイナス k だけマイナス k だけ平行移動してあげると
x イコール k が y 軸になりますよね。つまり y イコール fx を x 軸方向に -k だけ平行移動すると、まあ k がベースマイナスだったとしてもこれプラスなので平行移動すると y 軸対称になります。ですね。ってことは、要するに gx としてどういうふうに置くかっていうと、fx の x プラス k っていうふうに、してあげれば x 軸方向に k だけ平行移動することになります。つまり fx プラス4分の a ということですね。x マイナス4分の a ということですね。x マイナス k ですから、x マイナス4分の a という形で平行移動してあげると、gx は偶関数になるってことですね。と置くと、gx は偶関数になる。y 軸対称なので、偶関数になって、つまり gx はこれ、偶関数ってことは偶数字のところしか出てこないっていうことですよね。偶数字のところしか出てこないので a'x の4乗足す b'x の2乗足す c' という a'b'c' っていう、実係数の多項式が取れるってことです。まあ abcd は実数だっていうのを当然ね、仮定されてると思うので、偶関数ってことは奇数字の項が出てこないってことを意味するので、必ず ax4 乗足す bx足す c'b'x2 乗足す c' っていうふうにかけてるってことです。ということは、まあ hx というのを二次関数で a'x2 乗足す b'x 足す c っていうふうに二次関数として置くと、これは h のカッコ x の2乗という形になるじゃないですか。ってことは、もともとの fx について戻してあげると、gx は、fx は、結局 g カッコ x マイナス k ってことでしょ？k だけ平行移動したものなので、g カッコ x マイナス k になって、gx は hx の2乗になっているので h カッコ x-k の2乗のこういうふうにかけると。でこれはここの関数が二次関数で、さらに hx という関数もこれも二次関数なので、この中身は二次関数で、かつ hx もこういう二次関数なので、二次関数と二次関数の合成関数でかけてるってことです。したがって fx は2つの二次関数の合成でかけていると。まあこれが証明ということですね。まあ、具体的に求めているわけではないです。この ABCD に対して、じゃあ A'B'C' っていうのはどうすんのっていうふうな取り方に関しては何も一切考えてないわけです。ただ単に、その平行移動して Y 軸対称にしたら偶関数になるってことは、要するに偶数字のところだけが残って奇数字のところが消えるってことを意味しているわけです。だから4次関数なので4乗2乗定数項しか残らないってことですね。で、x の2乗を一つの塊として見れば二次関数の二次関数という形になって、平行移動しても戻しても結局 x のところに x-k って入るだけですから、二次関数の合成関数、二つの二次関数の合成関数、同じ関数ではないですけどね、同じ二次関数ではないですけど別々の二次関数でそれの合成としてかけているってことがわかるというわけですね。はい、というわけで
なかなかね、まあ初見だと難しいかなと思いますけれども、括弧1のこの満たす条件式ぐらいはね出せないといけないかなと思います。はい、2006年度の京都府立医科大学の解題でした。